あ、こんばんはあ、こんばんは外国の方ですよねあ、はい坂本と言いますよろしくお願いしますあ、私は江戸ですよろしくお願いします 江戸さんはどちらからですかフィリピンです。でも今は日本に住んでます。そうですか。日光は旅行ですかはい、一泊です。今日はどこに行きましたか今日は東照宮に行きました。明日は中禅寺湖に行くつもりです。僕も今日。 中禅寺湖に行ってきましたよすごくきれいでしたそうですか楽しみですおいしいものは何か食べましたかはいそばを食べました湯葉も食べてみたいですああ日光の名物ですからねあと温泉に入りたいんですけどどこで入ったらいいですか 温泉ですか中禅寺湖のホテルに日帰りでお風呂に入れるところがあると思いますよちょっと調べてみましょうかはい是非お願いします。 電車 A 指定席 B 自由席 C 号車 D 発 E 着 F 番乗り場番線 G、雪、H、線、I、方面、J、発車する、K、到着する、L、乗り換える、 11時42分発特急サンダーバード19号金沢行きは11番乗り場から発車します列車は九両で到着します前から9号車8号車の順で一番後ろが1号車です自由席は5号車6号車7号車 指定席は2号車、3号車、4号車、8号車、9号車、グリーン席は1号車です。 ご乗車ありがとうございましたあと3分ほどで岡山ですお出口は左側22番線に着きます乗り換えのご案内をいたします新幹線各駅に止まります小玉729号博多行き7時50分着きました同じホーム 向かい側21番線中ほどへお越しください山陽線倉敷方面福山行き7時57分2番線瀬戸方面相生行き8時9分3番線瀬戸大橋線快速マリンライナー9号高松行き7時55分 8番線小玉行き8時9分8番線特急潮風3号松山行き8時32分6番線特急 おお客様にお知らせいたします当駅13時9分発高知行きは信号故障のため約30分遅れて運転を行っておりますお急ぎのところご利用のお客様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんあのすみません今のアナウンスなんて言ってましたか えっと電車が30分遅れるそうですよえ30分も遅れるんですかそう信号故障だって困りますよね信号えっと信号が壊れたんですよそうなんですか おお客様にお知らせいたします当駅13時9分発高知行きは信号故障のため約30分遅れて運転を行っておりますお急ぎのところご利用のお客様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんあのすみません今のアナウンス何て言ってましたか えっと、電車が三十分遅れるそうですよ。え、三十分も遅れるんですか。そう、信号故障だって。困りますよね。信号。えっと、信号が壊れたんですよ。そうなんですか。お客様にご案内いたします。 浦和駅と赤羽駅の間で発生した人身事故の影響で京浜東北線高崎線宇都宮線上野東京ライン湘南新宿ラインは全線で運転を見合わせています大宮方面へお越しのお客様は埼京線をご利用くださいすみません 埼玉新都心に行きたいんですけど京浜東北線動かないんですかええ申し訳ありません埼玉新都心なら埼京線の北世の駅から歩けますよすみません何線ですか埼京線です八番線から乗ってください八番線ですねはい埼京線で北世の駅まで行ってください すみません駅の名前もう一度お願いします北与野です北与野ですねそこから歩くんですねはいご迷惑をおかけしますお客様にご案内いたします 浦和駅と赤羽駅の間で発生した人身事故の影響で京浜東北線高崎線宇都宮線上野東京ライン湘南新宿ラインは全線で運転を見合わせています大宮方面へお越しのお客様は埼京線をご利用くださいすみません 埼玉新都心に行きたいんですけど京浜東北線動かないんですかええ申し訳ありません埼玉新都心なら埼京線の北世の駅から歩けますよすみません何線ですか埼京線です八番線から乗ってください八番線ですねはい埼京線で北世の駅まで行ってください すみません。駅の名前、もう一度お願いします。北世野です。北世野ですね。そこから歩くんですね。はい。ご迷惑をおかけします。旅行はどうだった、ええ。 よかった。b。楽しかった。c。感動した。d。気持ちよかった。e。面白かった。f。素敵だった。g。綺麗だった。h。 美味しかった。I。残念だった。「J」大変だった。「K」疲れた。「L」「まあまあ」だった。「M」「びっくりした」「驚いた」「N」「怖かった」 これお菓子どうぞ大阪のお土産ですありがとうございます大阪に行ったんですねどうでしたか大阪城とか通天閣とかいろいろなところに行けて良かったですへー串カツも食べましたかいえでもたこ焼きを食べました 美味しかったですそうですか良かったですねあと安倍のハルカスに登りましたすごく高いビルですねびっくりしましたそうなんですか私まだ行ったことないんですよ 週末は何をしてたの友達と浄土ヶ浜に行ってきました浄土ヶ浜かいいねどうだった海も空もすごくきれいでした海で泳げたし船に乗れたし楽しかったですよかったね船では鳥にパンをあげられるんですああ、海猫ね楽しかった 海猫が近くに来たとき、ちょっと怖かったです。でも面白かったです。あの辺は釣りも面白いよ。そうなんですか。じゃあ今度はぜひ。三。週末高尾さんに行ったんです。へえ。 どうでしたかケーブルカーがすごく混んでいて大変でしたああこの時期は混みますよねええー、だからケーブルカーは諦めて歩いて登りました大変でしたね疲れたけど景色が綺麗で気持ちよかったです頂上で写真をたくさん撮りましたそうですかあそれから 道を歩いているときリスを見ましたそうなんですか自然が豊かなんですね四。電球はどうだったどこか行ったはい友達と二人でハウステンボスに行ってきました へえそうどうだったオランダの町並みや花畑が素敵でしたよかったねあと夜のイルミネーションを見ました滝がキラキラ光ってすごく綺麗でしたあーイルミネーション綺麗だよねでもショーが見られなくて残念でした時間がなかったので止まらなかったの はい、日帰りでした これお菓子どうぞ大阪のお土産ですありがとうございます大阪に行ったんですねどうでしたか大阪城とか通天閣とかいろいろなところに行けて良かったですへえ串カツも食べましたかいえでもたこ焼きを食べました美味しかったですそうですか よかったですねあとアベノハルカスに登りましたすごく高いビルですねびっくりしましたそうなんですか私まだ行ったことないんですよ<に>週末は何をしてたの 友達と浄土ヶ浜に行ってきました浄土ヶ浜かいいねどうだった海も空もすごく綺麗でした海で泳げたし船に乗れたし楽しかったですよかったね船では鳥にパンをあげられるんですああ海猫ね楽しかった海猫が近くに来た時ちょっと怖かったです でも面白かったですあの辺は釣りも面白いよそうなんですかじゃあ今度はぜひ三。週末高尾山に行ったんですへえどうでしたかケーブルカーがすごく混んでいて大変でしたああ この時期は混みますよね、ええ、だからケーブルカーはあきらめて歩いて登りました大変でしたね疲れたけど景色が綺麗で気持ちよかったです頂上で写真をたくさん撮りましたそうですかあそれから道を歩いているときリスを見ましたそうなんですか。 自然が豊かなんですね四。連休はどうだったどこか行ったはい友達と二人でハウステンボスに行ってきましたへえ、そうどうだったオランダの町並みや花畑が素敵でしたよかったねあと 夜のイルミネーションを見ました滝がキラキラ光ってすごく綺麗でしたああ、イルミネーション綺麗だよねでもショーが見られなくて残念でした時間がなかったので止まらなかったのはい日帰りでした。